僕たちが集まったのは幽霊を探すためだ。通称サマーゴースト。花火すると出るって噂だぜ。本当にいるのかな。私は誰にでも見えるわけじゃない。私が見えるのは死に触れようとしてる人だけ。俺もうすぐ死ぬんだ。お前はいいよな、未来があって。生きてる意味とかそういうの分からなくなっちゃって。君は本当はどうしたいの？知りたかったんです。幽霊になれば何か変わるのかなって。心のずっとずっと奥で願うの。君はどこへ行きたい？彩音さんが生きてたってことちゃんと知らなきゃいけないんだ。ありがとう、見つけてくれて。